寝ても覚めても一気にワールド夢中にさせちゃうぞ、ゆきにこと柏木ゆきです。さあ今日はですね、ちょっと私が以前 YouTube のコメント欄をパトロールしますみたいなのをあげたんですけども、まあ、なんかよく最近いろんな現場で言われるんですよ。 YouTube の中でこのコメントパトロールのやつを見ましたってよく言われて、ずっと最近やってなかったんで、今日はコメント欄パトロールしますっていう動画に対してのコメントをちょっと見ていきたいなと思います。ミッツマングローブさんですかって書かれて違います。あ、でもこれ嬉しいよ。書いた人が恥ずかしくなる感じに明るく返してるの好感が持てるし、いいぞもっとやれ、煽られてる。あ、グリーンフラッシュの時のこと忘れたのか、あなたそこで初センターだったでしょ。めっちゃ言われるんだよね。グリーンフラッシュっていう曲ではダブルセンターです。小島さんとダブルセンターで単独センターではないので、以上光詐欺って書かれてる。今日は普通じゃない腹減ったって食べろよいや口悪い口悪い、なんか食べたらどうですか。あー来ました。ゆきりんは可愛いので僕と結婚しなければいけません。なんでやねんなんでやねん、もう本当にわからない。スミレご飯5粒タクシー1メーター、もう意味がわからない。なに、まあ、これとか別に傷つけてないから全然いいですよ、意味わかんないだけで。ゆきりんの MBTI が知りたいですって書いてある、うん、ああ性格診断テストだ。おはい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 、私の性格に興味持ってくれたんだありがたいありがたい。顔が可愛い、めっちゃタイプ、鼻でかいけど、なんやねんいいじゃん、もうこの3行目は別にいらないじゃん。あ、これ怒ってる人いるよ。私が多分ああ話が通じないなみたいな、うん、言うじゃんよく、うん、それに発言に加えて表情がアイドルではなかった、アイドル極めてる人というイメージはなくなったなってきた。すいません申し訳ないダメだ笑っちゃう話が通じないなっていう、うんうん、このたった10文字ぐらいでこの14年間のアイドルがなくなるんだと思って大変なことを言ってしまったなと思って面白くなっちゃった。うわ、過剰リアクションブサイクカバって書かれた。うっせえ黙れ私も低レベルな返しになっちゃう。あ、待って、うっせえ黙れってまた言ってるらしい。うっせえ黙れとか好きすぎるファンになったって書いてあるけど、私この前のやつでも言ってんだよ口癖じゃん、気をつけなきゃ。え、中学生の頃からゆきりんのこと知ってるけど、で、こうなんか幼いと続きが読めないことに、うん、怖い開くの。開いてだって中3の終わりで入ってんだよ、AKB、うん、今もずっと可愛いでしたありがとうございます。学生の頃から綺麗で美人でキラキラ輝いてる、これ嘘だと思う。学校の隅っこで柏木さんと呼ばれてた私がキラキラ美人で輝いてたわけないんだよちゃんとおばちゃんになってるあー確かにすごい、このコメント欄で戦わないでほしいすごい戦ってる。すごいコメント見つけた、読むね。デビューしたての頃はマジブスやと思ってて、うん、20から25歳ぐらいの頃は可愛いし、うん、なんならタイプやったけど、それ以降茶髪にしたりおばさん化激しすぎて女として見れなくなった。普通さ、下げて上げるか、うん、上げて下げるしかないのよ大体、うん、下げて上げてもう一回下げるっていうグサグサグサって刺してきてる。まあ残念ながら茶髪にしたのはもう21の時なんで25以降じゃないんですけどね来た10万くらいで〇〇せてくれそうな天使天使つければいいってもんじゃないんだよもうやだ本当に。安定の面白コメント欄だわ、面白いってみんな言ってる吹っ切れてて草ティーバッグは履かないんですか履きませんこうやってまた私がさ拾うと思って書いてる人もいるよね、うん、そうだね。めちゃくちゃ友達になりたいって書かれてる。これで好感度上がるんだ、すごい嬉しいわあすごい、畜生、水着とコメント欄パトロールってアメとムチじゃないか、だが俺はこう見えても変態変態のプライドにかけて柏木由紀の水着を舐めるように見る、そして俺は投資能力を身につける。何この人面白すぎる。もうこのぐらいまでいったらもう正直笑っちゃうから全然いい頑張って投資能力身につけてね読まなくていいやつまで読んでいくの面白すぎて草めっちゃ草生やされてるコメント欄で
これ面白い。もういい年なんだからさ、身を固めなよって言ってる人に対して、いつの時代を生きてる方ですかって私みたいなこと言ってる人。最高。前かがみの時胸元手で隠すけど、隠すほどないなら無理すんなって待ってる。あんまり自覚ない。抑えてたのかな。ゆきりんが飼ってる三毛猫かわいい。ゆきりんもかわいいけど猫飼ってないんだけど。よく見たらハゲとるやんけ。マジマジ気づいてなかったんだけど。あ、ファンで悲しんでる人がいる。気持ちはわかるし、こういう動画出すことがアンチ来ないための対策になることもわかるけど、ゆきりんのファンだったのになんか動画にすることが相手にした時点で負けちゃってないのかなと思っちゃいました。ごめんなさい、応援してます。マジでどれも響いてないから安心して。ほんまに可愛くない。普通のそこら辺にいるような子。アイドルの質悪い。性格も悪そう。もうはいはい。もうこの辺はもうはいはいって感じ。本当に私はもともと小学生の時からハロプロとかが好きで、掲示板とかネットとかをもう小学生の頃から見てたの。だからこんなすごい人も言われるんだから、それは私も言われるよなっていう。なんていう体勢がめっちゃついてた。本当に面と向かってはあんま言われないしね。そうね、うん、直接言ってきたら直接言い返すし、この YouTube みたいな。この YouTube を通してみんなに伝えてることを直接言うだけだから。あ、そもそもパトロールって何様なんだよ、偉そうだな。それに対して別の人がお前何様って感じだ。みんな仲良くやろ。なくならないよね。でも確実に私のコメント欄は良くなったよね、これを出したことによって。なくすためにやったわけじゃなかったけど、結果ちょっとなくなって、それを見て嫌になる人が少なくなったかもね。その私は気にならないけど、いつも言うのはそれを見た私のファンが嫌な気持ちになるからやめてって言ってたんだけど、だいぶ減ったかもしれない。面識ないわけじゃん、芸能人の人とかに対して。悪口書いてさ、マジで意味ないからやめた方がいい。本当に傷つけようと思って書いてる人もいるけど、だから顔が見えない人、会ったことない人が言うことはいいこと以外は聞かなくていいです。いい感じです。まあ、ちょこちょこありましたが、私に向けて書いてても周りのいろんな人が見ますので、嫌な気持ちになるようなことは書かないで。あ、めっちゃいいこと言ってるよ。意見と悪口は違う。そうなんですよ。意見は受け付けますよ、もちろん。ちゃんとね、やり取りだったらね、意見の言い合いです。いった。あー、悪口言いすぎたからばちゃんだった。引き続きコメント欄も読んでいきますが、まあ、ちょっと今回割といい感じになってたので、引き続き皆さんなるべくいいコメントをよろしくお願いします。ということで、ゆきりんコメント欄が荒れなくなってよかったねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、以上柏木由紀でした。またねー。